テキラードデトンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一トレース説やっていきたいと思います。2日目ですね。2日目も44点とね、2日連続でね、ワンミスというだけでね。しかもね、まあ対戦相手も結構強いとこがね、2つ連続できてる中でのね、この結果なので、まあまあいいんじゃないかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。キャスリーさんスーパーボーラー。今月はスーパーボーラーで回していくみたいですね。ちょっとね、リプレイも多いので。オデヒースタートからのバーバリアン、シューターですね、そうなると。迫撃砲がね、結構近くにあるんですけど、こいつをクリアしてしまえば、シューター無双ができるような、この二次区画になってますね。デスラチェックだけはなんか、ホグとか持ってきてたらめっちゃ強かったけど、まあ、編成的に入ってないと。いいですね。この迫撃が、乗り越えられて、あとテスラケアさえできればって感じだけど、まあ、バーバリアン1体で手元だけ済ましてって感じかな。おでんぞう前とか結構強いけどね。会った時にバックアドだからったら。バックアドだから。ババ1出しても面白いかもしれない。1だけど。さあ、ベビードラカットからの、アイゴレキング展開、クイーンでボーデンも引き連れて、エレクトロタイタンからスーパーボーラー入れていきます。ホールブレーカー2層目3層目と、まあちょっと2つの穴を開けていくような形になりまして、ジャンプを真ん中へ。最近結構こういうトルネード多いっすよね。ルートライダーをメタルダム結構端っこの方に寄せたトルネードが置いてあったりと。シューターの方は、ちょっと見てなかったな。なんだろうこれ。何で溶けたんだろう。あ、これ自分で終わった？援軍スーパードラゴン。おもろいね。なんか、シューター死ぬ要素、テスラも入ってないならなさそうだけど、リクスケとかも、わかんねえな。なんだろう。ちょっと、わかんねえや。マジでわかんねえ、これ。なんでだろう。で、ロイヤルチャンピオンレイジ置いてという形。まあでもか、自分で終わったとしか考えられないの、これ。で、ロイヤルチャンピオンが持ってる状況で、スケルトン、撃つべき場所がもう結構厳しいですね。マルチ IT があるので、AT のタゲを拾うような感じで、まあまあそうだね。こうして、短期で、アーチャーターンに刺すかみたいな感じなんだけど、ロイちゃんの HP が低いと見て、まあ低くなっていると見て、まあアーチャーターンが残っちゃうので、そこをケアしようというような使い方になりましたね。まあマルチ IT の圏内に撃ったところで効果は薄いので、まあ基本的になんかこういう、打ち方の方が強そうですね。まあユニット自体は結構渋くなってしまったところではあるんですけど、まあクイーンが生き残ってくれて、絶妙にポイズン外れてますね。逆に難しいぐらいの精度の避け方してる。からの回収全開という形で。ガース。さあ、ルートライダーラッシュ。やったくん。オーバーグロー型。ボスだった。投下弊社クイーン両サイドカットのシンプルな形ですね。タウンホールも終点気味なので、まあトームとかも自由に打てるし、まあ、オーバーグローの打ち先だけかな。タウンホールにするのか手前をね、どっか消していくのかみたいな感じだと思います。まあ、オールブレーカー2枚使ってキングも合流しつつ。どうしますかね、ここは。レイジ打って、まあちょっとアイゴリ当たるところなんですけど、まあタウンホール前もインビジブルターンの解除とかも待たずに先に打っていきましたね。結構距離も遠いので、まああそこまで待つってなるともう被弾もね、たくさん受けてしまってからの、おお、ギリギリですが、ここフリーズを選択。ヒーラー人形ではなく、フローズンアローというところからも、ここはフリーズを選択したようですね。で、キングの方でターゲットも取れて、まあギリギリ、まあもともとこれ撃たなれなそうかな。首の角度変える分ぐらいしか、変わらないところでしたが。結果、うちが入ってるね、これね。結果もここマルチ IT とかを殴ってくれつつ、タウンホール起動、インビジブルでね、インビジブルター起動、レイジを置いて、中心マルチ IT、ロイヤルチャンピオン落とされて、ウォーデンが頑張っている。クイーンのフローズンアロー強いですね、やっぱり。
フローズナロが強い。強かったけど、ウォーデンも偉い。そのウォーデン偉い。偉いな。で、キングの方が、ここは、超団体砲のターゲットを拾って、ギリギリですが、前回と、バーサス。ちょっとね、2本連続でギリギリの全開になってますね。ハードモードだったら怪しかったかなぐらいの感じなので。さあ、コマくん、ルートライダーラッシュ。レイジ型っすね。まあ、ここはあれかな。ドルイド採用してることで、レイジジェムを使っていくっていうようなイメージじゃないかなと思います。まあ、回復の方はね、ドルイドにやってもらって、ヒーリングトーム使わなくてもいいんじゃね説みたいなね。割とありかもしれないですね。ウルトライダー攻撃力も弱くなってるしね。まあドルイドの方で回復は。で、序盤にトームどっちにしろ打っちゃうなら、ドルイドもそんなに必要ないよねっていうようなイメージかもしれないし。キングの方はジャンプでオーバーグローを起こしてジャンプをさせていくようなイメージだったと思うんですが、リクスケでウオサを。で、タウンホールの方も走り込んだバルキリーが落としてくれる。さあ、ここでオーバーグローかけた部分がもう一度現れるような状況で、キングは、まあ、張り付きそうですね。イエルチャンピオン巨爆受けつつ、レイジ能力解放、クイーンの方は能力残ってるような状況です。うん。フロック分余ってますね。フロック使ったらなんかホーミングの数すごいな、そこ。ガーサス。さあ、星さん71天才選ばれ。ウィーンのとこかな、投石なのか。投石長弾とか打つかな。そういうわけで。レジターのかな。どこだろう、じゃあ。レイジマルチの方でしたね。なるとレイジタワー待ってからキング展開したい感じかな。そうですね。ハイチクロスがね、レイジタワーに乗るかどうかっていうところが大事なので、まあ一度このレイジタワーの効果が切れるまで待ってたってイメージですね。で、キングをここに入れていくと。さあ、ガントレット。穴開けとかはまあ特にもうこれからするわけでもなくって感じかな。キングさん。こっち来てほしかったな、それはさすがに。うん。あ、リクスケも絶妙なタイミングでやってくると。で、クイーンの方がね、いいタイミングですね。ああ、これ外周。あ、そういう目的じゃないよな。あ、でもボマー、うん、ボマー持ってるし、そういうことじゃないと思うけど、タウンホール周りを削って、突撃、あー、でも、変えたかな？どうだろう。タウンホール周りを削って、この突撃艦とかボマー、タウンホール刺すプランなのか、タウンホールをクイーンで拾いに行ったプランなのか、どっちかわかんなかったところなんですけど、まあね、特にね、タウンホールに向けるようなサイドカットとかも特にしなかったので、まあ、臨機応変にどっちでもいいからみたいなことを考えてたかもしれないですね。で、サンジしっかりラバに合わせてバルーンも出して対空砲のところをケアしつつ、前回の動画でも言ったんですけど、バルーンはね、こうして両サイドに向かうところからスタートするというところ。うん。で、ロイヤルチャンピオン能力解放。上のウィズ島とかもパピーが頑張ってくれてますね。うん。削り切ることはできなかったですが、レイエルチャンピオン能力が継続中。ラバルは全部落ちたところなんですけど、出てきたホークが最後は回収をしてくれての全開になります。結構これね、やっぱ、配置もいいのか、ギリギリの全開多いですね。さあ、僕のアタックですね。僕もね、結構ギリギリのアタックだった記憶があるのでね、この回違ったかな。1分半ぐらいらしいですね。あんまり自分のアタック意識してタイム見ることなかったけど、ルートライダー使うってなるとちょっとタイムも見て、タイムもちょっと気になるね。
あ、まあでも確かにこんなもんなんだみたいな感じで、ロイヤルチャンピオンまで今回本体入れてっていうか、まあ大体僕もロイちゃんまで内側入れちゃってますね。火力も出るし。で、今回ドルイド、東海兵舎の方のペッカにも回してるんですけど、ここね、ペッカがね、フルヘルスでずっと居続けてくれてるのも結構強くて、まあ、第1クロスのターゲットもずっと取ってるし、援軍も安全に処理ができて、で、ここ中心をオーバーグローかけているような状況、クイーンは外周というようなイメージで、まあ、中身今回スーパーガーゴイル採用してるので、このマルチ IT とかね、この、上段とか第1クロスの方ケアできるかなっていうところのスーパーガーゴ採用。で、相手のキングにストライカー合わせのレイジ乗っけてキングスーパーガーゴイル、この辺スーパーガーゴ結構強そうだなって思ったので、こっちにスーパーガーゴにも乗るようなレイジを打った記憶があります。でロイちゃんの方でこれはフリーズかけてレイジ打ってっていう感じ。あ、スーパーバーバリアンをね僕は解放してないので本当はあった方がいいと思うんですけど、裏側のね回収もできてないのでちょっとねぐる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 回ってくって感じにはなってくるんですけど、まあロイちゃんとクイーン両方残ってるんだ。まあそんなにあれってほどではないけど、ギリギリってほどではないけど、ユニット自体は結構溶けてますからね。さあ3ヒーロー、あーでも3ヒーロー、ヒーローの能力残ってんならいいか。ヒロヤさんもルートライダーラッシュにドルイド入れた形。ドルイドはなんか1体っていう形が前回もそうですね。おお、インビジブルター2つの解除をジャイアントアローで入れていきまして、ヒーラーがなんとクイーンからキングの方にスライドしていきます。さらにキングのサイドカットも間に合わず穴開けしたところに入ってくれません。あー、絶好のトームタイミングであったんですが、クイーンがそれを避けていきました。スルッとどっか行っちゃいましたね。で、ここでレイジかけてからのトーンを入れていきます。キングの方もね、まあ、外周部、能力を使ってっていう状況なんですけど、あんまり効果的とは言えないような形になってますね。で、オーバーグロー、まあ、インビジブルターがね、帰ってくるのが一番の巻き筋ですからね。中心部、しっかり援軍処理まで終えつつ、突破をしていって、スーパーバーバリアンの方でね、クイーンにターゲット入れないようにリカバリーしてますね、この辺前。スパガゴとかも出てきて、まあ流れとしては今回のアタック結構ね、大量全開っていうのがあんま生まれないですね。大量全開というか圧倒的全開的なそういう展開になりづらいですね。何かしらリカバリーだったりこういった要素からの全開ですね。みんなフリーズもしっかり2回目合わせてレイジ置いて、まあ能力も残ってるんでね、これギリギリで打って能力解放っていうのが最強のパターンかな。誰もね、これポイズンターを受けず、クイーンの方も最後まで生き残って延命した甲斐がありましたね。ロイちゃんの方もギリギリですが残っていってのナイス展開が押さす。で、うちさんクイラはくじクイヒーから、ああ、そうよね、わかる。この配置ね、僕も残っててね、編成がね、ルートライダーラッシュだったからこそこれやんなかったんですけど、この配置攻めなかったんですけど、ここのね、対空が弱すぎて、空に対する防衛が弱すぎて、ここめちゃめちゃつけるなと思ってたんですよね。これ、そう、バルーンベビーで無双できるし、めっちゃ美味しいなと思ってたポイントの一つだったので、まあ、絶対つきたいとこですね、この配置。明確な弱点かなと思います。で、クイーンの方をウォールブレーカー投げしてタウンホールまで打てるような形。今回は、ベビドラをね、ここで使ってしまって、まあ、まあ、2体持ってくるのが本当はベストだったか、ここのサイドカット要因を持ってくるのが良かったかなって感じであるんですけど、インビジブルを使って誘導。で、キングの方も穴開けをして入れていきます。ホーミングチェックも完璧ですね、これは。いいタイミング。キングと当たるところストライカーも合わせて、うん。キングもモノリスの方を追ってくれて最強ですね。で、フェニックスの方も罠解除。なんかスーパードラゴン多いですね。あれ、俺のとこ違ったよな。アイゴレのとことスーパードラゴンのとことがあったって感じか。エビドラだってまだ生き残ってるよ、ほら。これマジ強い。で、ロイヤルチャンピオンでイーグル打つような形を取って、まあ、内側入るならそうだね、サンジラバルだね。ここで能力解放。ロイちゃんじゃなくてクイーンの方にポイズンター飛んだのもいいっすね。
マルチ IT までロイヤルチャンピオン頑張って破壊。ウォーデン追いついてと打ちたいですね。ウォーデン。ウォーデン追いつけ。来た来た、ナイスストーム。クイーンの方はちょっとクローク打ったっぽいモーション出たんですけども、被って死んでいく。エイストかけて、バルーンは手元に10体あります。ドリルもここから豪華な使い方。フリーズかけてってから、バルーン出さないっていうような展開できちゃうからね。こう余裕すぎて。圧倒的展開ですね。ここに来てようやく1本目ぐらいの超絶全開。超絶余裕の全開ですね。ガーソス。チャーさんライドラッシュ。前回もね、ライドラ9体のライドラッシュやってましたが、まあ、今回は、おー、なるほど。どうだろうね、これは。安い降りたかったか、クイーンのルート上を消して火力を下げる、まあルートもね結構短くするを選んだかどっちかわかんないんですけど、まあ、角度的に安い折れるんかこれ。スタート見てなかったけどわかんねえなこれ。ライドラの、おお、てかオーバーグローで安い消せるっていうのもあるので、これはもう元々これかもしんないですね。でライドラが強い強い強いね、これ。で、ロイヤルチャンピオン6時から登場。いやー、オーバーグロー型のライドラも強いっすね。さあ、現れたタウンホール、ここは当然フリーズをかけるんですけど、すべてのライドラがレイジに乗って通り越してしまいました。ちょっとレイジの位置はうまく作用しなかった模様。これも最後の呪文でしたね、フリーズは。レイジ乗ったらもっと強かったんだけど。で、ロイヤルチャンピオン能力解放。もはや最後のレイジはライドラにかからなくても全開が取れたというくらい余裕の全開ですね。いや、途中までの綺麗な進行めっちゃ良かったな。ライドラのオーバーグローの欠点、ああいうところだね。攻撃速度が遅いんで。ターゲットをしっかり見てから呪文を打つ。まあ予測で打ってね、最速でレイジかけたつもりだったと思うんですけど、思った以上に動いたってところでしたかね。さあ、テスラがかなり生えてまいりました。ここは、まあ、バルキリとかね、バーバリアンあるので、ここで対応していきたいんですけど、これも逸れてしまうと、今日はみんな、苦しいですね。まあ、苦しい展開からしっかり全開取れるかどうかみたいなとかね、やっぱり実力出るところでもあるので、逆に言うとみんな、理想なプランは、理想的展開は作れてないけど全開が取れるっていうのは、いいことですね。さあ、キング、援軍当たるところ、ガントレット入れて、ルートライダーラッシュ、12時、11時ぐらいからスタートしていく。援軍にはポイズンを当てずに、キング、ガントレットが複数ダメージを入れてくれるので、ハイダメージでね、許してくれるでしょうみたいなところかもしれません。さあ、オーバーグロー、今回は2枚型で、とりあえず1枚目。キングと当たるところ。時間を無視した時ってオーバーグロー2枚型もかなり強いですからね。最強のフリーズみたいな感じで。さあ2発目のオーバーグローは今度はちょっと隠す位置を変えていきたいところですかね。まあ、タウンホールだけぐらいでもいいレベル、これは。そうですね。タウンホールだけでもいいレベル。隠していきまして、現れたところを順番に追っていくみたいな形。で、レイジフリーズ残った展開、オーバーグロー待ちと。まあ、2発目のね、オーバーグローが敬遠される理由の一つとしてはこれなんだよね。まあ、待ち時間が発生してしまうっていうのが、まあ、5v5 とかだとね、タイムアタックになるので、まあ、この待ち時間のせいで負けちゃうみたいな。確実に全開取れるけど、ちょっと待ち時間が長すぎてね、タイム勝負では負けちゃうみたいなとね。なんだけど、もちろんタイム勝負で負けてしまうとか関係ないから、クランリーグとかね。なので、こういう選択っていうのはかなりありかなと思います。さあ、ニャロメクイヒーラバル。ランチャーをセットしてます。キング、ここはロイちゃん外でぶつかる。ストライカーギリギリ、これ投石当たらない位置いいですね。バルーンから突撃艦入れて、ここはモノリスのケアをしていくようなイメージ。で、キングの方も投石の区画に入れて、まあ、クイーンはタウンホール区画へ誘導したいような形かなと思います。ちょっとイエティの方が怪しくなったので、そっちにもリカバリーのレイジですね。
まあ、この辺はしっかり状況を見て打っていくのがいいのかなって感じで、ウォールブレイカー潰れていく。ついて欲しいところにウォールブレイカーつかないですね。多分エアスイを狙ってるんじゃないかなと思うんですけど、このウォールブレイカー。ただ2度目のウォールブレイカー、3度目のすべてのウォールブレイカー逸れていきまして、このシングルIT結構めんどくさいですよ。ホミングチェックもちょっとね、ウォールブレイカーに聞い取られとか遅れたので、うん。ロイヤルチャンピオンもインビジブル化してるので、これアイゴルの位置が変わらない。黒打ちましたが、ちょっとこれも、タイミング良くなかったですね。アイゴレはただ、だいぶ、避けてはくれた。いやーこれしんどいね。タンホールだけ落としてクイーンは見捨てるが、もうこうなったら良いかなって感じ。ここでレイジフリーズを割く価値がないからですね。かけたところで奥のシングルも捕まるし、手前のシングル打つまでに時間もかかるし、タウンポイズンも受けるしで、もう何やってもダメなクイーンになっちゃうのでね。ちょっとこの呪文の量じゃ救えないので、見捨てるのが今回はベストの選択かなというところでしっかり見捨てていくことをできました。これよく全開になったね。クイーンもまだ残ってるしね。防衛クイーンがもう無双してるって。ここからまたウォーデンの方もターゲット取られ、えー、これすごいね、よく持ってったなこれ。本当にもうロイちゃんがひたすら頑張ったんだなこれは。あー、ホグ偉いわ。シングル IT にホグが、特にリグ穴もなかったということで、でフォックス、いやこれもだいぶ厳しい展開で、まあ、今回本当厳しいところからの展開が多いですが、かなり苦しかったですねこれも。ウォールブレーカーね、狙ったところにつかないっていうのは結構、ミスパターンの一つとして結構、でかいっすよね。これ痛いなぁ。ナイス展開。カズマくん、ルートライダーラッシュジャンプ型、ニョキッとヒーローレベルが上がっていって、ヒーローポーションとかね、まあ、乾燥したら使い道ないしな。あ、ここは、ジャイアントは使ってきましたが、まあ、ターゲット入らないところ、まあ、テスラチェックみたいなところもね、目安としては、目安というか目的としてはあるかなって感じ。特に今ね、攻める前に範囲見えるしね。カズマくんはもう本当にシューターを結構時間がかかって、時間勝負じゃないときは結構採用してますね。特化弊社型もかなり多い戦術でありますが。さあ、ここでトームを入れていきます。キングジャンププラスクイーンの方もジャンプで入っていくようなイメージ。レイジに乗ったバルキーでしっかりここは、8時区画も突破していって。で、ロイヤルチャンピオンちょっとだけ角度を変えてヒーローと当たるところ。あとから、このルートでね、後から出した利点としては、右、クイーンの方に流れない。クイーンキングパートの方に流れない。ために上から出す。これを嫌がんなければ、最初からロイちゃんをね、ルートライダーの後ろにつけちゃうのと、形としては変わらないので。でロイちゃんがしっかりね、上側に回ってくれたことで、まあ結構ルートライダー自体はね、やや中央から右寄りにも走ってたところがあるので、ロイちゃんを角度変えてね、あっちから出さないと、12時とかね、11時ぐらいの防衛説たちが残ってしまったっていうところなので、今回は角度変えっていうのが成功。これもかなり余裕のあるアタックですね。クラウス、ルートライダー、ラッシュ。こちらもドロイド一体入った形というところで。オーバーグローは1枚。キング、東海、弊社、両サイドカット、クイーンの方もね、つけていきましたね。スケルトンの呪文を置いて、モノリスの管理、ロイヤルチャンピオンも使っていきます。ルートライダーもちょっとね、いたんですけど、モノリスに撃たれて、あとテスラに釣られて、ちょっとなかなかモノリスの方入ってくれませんね。テスラ強いね、それね。で、キングの方は穴開けしてから一区画整理。インビジブルターンの解除ができました、トーム。まあ、ある程度タンホール近くまでね、ユニットたちが近づいてからオーバーグローは打つかなと思います。まあ、じゃないと意味ないからね、早めにかけすぎるのも。うん、こうやってターゲットが入りかけてから打つっていうね、大事。あ、ちょっと早いなって時、たまに見るんで早い人。
で、裏側をスーパーバーバリアン回収を入れるいつもの展開、とてもいいかなと思います。うん。で、ボールブレーカーもつけて、タウンホールが打てるような準備も取って、フリーズが3枚残っていると、クイーンもね、ロイヤルチャンピオンも能力残って、まあ、フリーズ打って、クイーンもクロック打って、ナイス展開、余裕ですね。超絶余裕。終盤の方から見ていけば、今回の、あれも変わったかもね、印象も変わったかもね。さて、さん。ちょっと前回はね、登場がなかったんですが、今回はクイヒラバル全開です。9時からスタート、バルーンを展開して、突撃艦マルチ IT、モノリスまで行くかどうか、これでわかりますね。なるほど、サイドカットとしての突撃艦でした。まあ、マルチ IT と援軍を連れればって感じかな。アーチャーの位置、そうだね。よし。アーチャーで逆走するのは、本当に、どうもないパターンだからな。迫撃にしっかり行ってほしいね。まあ大丈夫だね、これは。で、オールブレーカーまだ4枚あります。うん、いいタイミングのホーミングチェック。で、キングで外周カットして、クイーンを内側へ誘導。ホーミングも見えましたね。で、ベビドラサイドカット、12時キング、オールブレーカー。で、ここ、レイジかけて、オールブレーカーをかけつつ、ホーミングチェックとか入れていきたいですね。今ちょっとね、12時の対空砲とかがあるので、バルーン出しづらいところかな。ここ、インビジブルを使って、クイーンの方、延命。まあ、レイジターン乗った防衛施設はね、特に長弾大砲って結構火力も高いので、さあ、ここ、ウォールブレーカーつけて、キング、イーグル区画まで入れていく。うまい。かなり、いい誘導。そして、ホーミングチェック入れていきます。レイジ乗っけていきて。今のもね、フローズンアローが長弾大砲ついてくれたおかげで、ウォールブレーカーもね、長弾のダメージ、キング越しに食らなかったっすからね。これでターンホールまで撃てるルートが完璧に取れました。めっちゃ強いね、このルート。これめっちゃ強いな。確かにこれは突撃艦を割く価値があるな。このルート作りをするために突撃艦を犠牲にしたわけなんですけど、その価値あったかなって感じです。で、モノリスのターゲットギリギリまで引きつけてからのクローク。まあ、クイーンの方はもうクロークさえあれば呪文いらないって形なので、まあ、クロークだけで押し切るためにギリギリまで食べていたっていう状況ですね。で、裏をバルーンフリーズかけて、まあ、レイジも余ってるので、まあ、打ち力なので、この辺適当に打っていいんじゃないですかね。ストライカーとかも一応いるはいるんだけど、ちょっと合わせづらいところ、ロイヤルチャンピオン能力解放、テスラの方もクイーンが追ってのナイス展開です。いや、ルート非常に良かったっすね、これ。非常に良い。スミスルートライダーラッシュ、ドリド型。ボールブレーカー入れて、キングをここ入れていきます。反対サイドは投下弊社。うん、まあ、キングにやっぱ一番火力の高く、まあ、美味しい防衛施設のあるところを担当してほしいですよね。ルートライダーかな、これウォールブレーカーかな、どっちだろう。ルートライダーっぽく見えたけど、キングの方も隣のね、9時で合流できるようないいルートですね。でウォールブレーカー使ってクイーンクローク、ヒーラー海出し、ロイヤルチャンピオンで残ったところを回収していきます。まあ、中央ロイちゃん走らせるような形になりましたね。で、クイヒになったので、ここは、うん、いいね。レイジまでつけて、キング立たるところ、ストライカー、フォロー。まあ、イーグル砲もね、近いところにあるので、オーバーグロ中央隠していきます。強いなぁ。外周ペッカウィザードも強いですね。で、裏のところはスーパーバーバリアンでちょくちょく回収を入れてあげて、まあ、クイーンのターゲットをスケルトンだけじゃなくてね、スーパーバーバリアンの方もちょっと拾ってった形ですね。ちょっとクイーンのターゲットがなかなかずれてるので、外側の施設を回収できない形ではありますが。で、気づいたらフリーズが3発余ると。まあ、オーバーグローのいいところの一つですよね。オーバーグローで大きくね、火力の高いところをね、フリーズかけることによって、
まあ、じゅんぐりじゅんぐりにね、火力の、まあ、そこまで高くないところ進んでいくので、結果的にね、フリーズがいらなくなって余るんですよね。最後まで残せるっていうところで。はい。というわけでね、今回は、また14全開というところでね、非常にいい全開もあれば、ちょっと序盤はね、ギリギリのアタックも多かったっていう形でした。まあ、今月はね、僕も普段やれなかったルートライダーラッシュっていうところでね、攻めてはいるんですけど、ほとんどね、練習とかはしてないんですけど、まあ今、結構ね、いい教材が、ナビのメンバーからね、散々、まあ世界大会の予選とかもね、ルートライダーラッシュたくさんやってたし、まあここのね、メンバーもルートライダーたくさんやってたので、まあ見てただけでも十分ね、プレイすることができるぐらいの、もちろんとても上手にっていうわけではないんですけど、まあそれもこれもやっぱいい環境でプレイできてるからこそかなと思いつつ、編成としてのやっぱパワーが高いかなってやっぱ思いますね。雑に楽に強いですね、やっぱ。そういう戦術はやっぱ人気出る理由の一つかなと思いますし。普段食い火してたけどね。まあ、使ってみてやっぱ理由がわかるって感じかな。めちゃくちゃ楽だわ、食い火だよりも。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。